それではですね、3、4番ホームから階段で降りまして、次は5番、6番ホームの方に向かいます。5番、6番はですね、やっぱり改札口に近いということもあって、エスカレーターがですね、上り1本、下り2本の合計3本あります。新千歳空港行き、快速エアポートと書かれたシールもあって、両脇にはやはり京成の広告が貼ってあります。ここがやっぱり札幌駅のメインのホームですね。エスカレーターを上がると快速エアポートを待つお客さんが多くいらっしゃいます。それではホームの先頭の方に進んでいきましょう。このエアポートに乗るホームっていうのがやっぱり一番混みますし、道外の方にも利用されますね。ここでなんか同業者がですね、カメラを構えておりますけれども、あ、ちょうど今ですね、スラントノーズのリハ183基本バンダイが臨時の幕を掲げて入線してきたところです。なるほど、確かに今や列車は貴重ですからね。で、札幌駅のメインの5番、6番なんですけれども、やっぱり先っぽの方に来るとですね、誰もいません。5番、6番は札幌駅にあるですね、5本のホームのうち一番ど真ん中にあるホームなんで、このホームから他のホームのこともですね、よく見渡すことができます。そしてここが5番、6番の先端ですね。5、6番ホームもかなり長いんですけれども、左隣の3、4番よりは短いです。ただなかなかここから見えるですね、街の風景がいいですね。そして小樽方面から電車が入線してきました。2本同時に入ってきました。札幌駅の小樽方面も副端線というか線路が3本あるんで、このように2本同時に入線してくることも可能です。一番向こうに入ってきたのは学園都市線で、手前に入ってきたやつはですね、これは函館本線の普通列車ですね。それではですね、ホームの方を戻って、先ほど停車していたリハ183基本バンダイスラントノーズを見ていきましょう。まあ、写真を撮る人たちもですね、このようにいいアングルを探して写真を撮っているわけですけれども、私はまああんまり写真撮らないんで、こうやって動画で横を通るだけにします。あ、この特急はあれですかね、旭山動物園ラッピング仕様の特急なんですね。側面に派手な絵が描かれています。ちなみに内装はやっぱり派手ですね。結構この編成が珍しいのか、ここでこの大きな友達が立ち止まって臨時の幕を撮影していました。これが貴重なんでしょうか。私そういうの詳しくないんでよくわからないんですが、私も一応動画に収めておきました。ディーゼル特急の排気ガスを出すための穴が天井に開いております。これが先頭あるいは最後尾になる部分でしょうか。これはあれですね、キハ183基本バンダイの
頭が坊主になっているやつですね。古き良きディーゼル特急という感じがします。やはりこの坊主頭を狙っている同業者がいらっしゃいます。それを過ぎると各方の共通の設備として喫煙所がありました。喫煙所を過ぎるとやはり誰もおりません。誰もいませんけれども、こちらもですね、ホームの先端を目指して歩いていきます。どうもこっちまで来るとですね、風が強いですね。線路の上に屋根がないということが聞いています。そして今ちょうどスーパーカメが発車したところです。構えた人がやはりホームの先頭に行きます。それではまたホームの中央の方に戻っていきましょう。この5番6番ホームもですね、おそらくは寝台特急に対応できる長さがあるものと思われます。ここになんかですね、謎の下に降りる階段がありますよ。ですね、こういう秘密の入り口見るとですね、入りたくなりますけれども、入ったら犯罪ですから、もちろんスルーします。そしてここは快速エアポートが発着するホームだけあって、来る電車がみんな6両ですから、この辺でもですね、結構電車を待つ人がいますね。皆さんこれから飛行機に乗ってどこかに行くのか、あるいは沿線の住民なのか、学生とかはこれ間違いなく沿線の住民ですよね。結構スーツケースをガラガラ引きずってる人もやっぱりエアポートが発着するホームになると多いですね。そしてここにエレベーターの入り口と下に降りる階段があります。この階段の上にあるあのお部屋もですね、あれもなかなか気になります。それでは階段を降りて次は7番、8番ホームに向かいます。それでは今日はこの辺で。